よし、やっていきましょう。ルインワールド実況プレイということで。はい。前回ね、ついに、館を出して、街に繰り出してきたんですけど、まあ、広いこと。で、まあ、結局なんか行き先も、ようわからん状態なんで、しらみつぶしに探索してたんですけど、なんかいい感じの、これなんだっけ？養護施設ひまわり園。なんかしらイベントあると思うんだけどな。何もなかったです前回あれだけ食べて終わったのに特に何もなかったです。はい、どうやらまだ来るところじゃないみたいね。うん、左側はまあ不正解だったっていう、そういった扱いでいいのかな。絶対順番制だよな。あるいはなんかどっかしらで鍵を入手してからと思ったんだけど、こいつか？お前が持ってんのか？あ？くたばれ。いって。リオナ狙うのだけはやめろ。それ狙われるとなかなか痛い。お前狙う場所分かってるな。狙うべきところを熟知してやがる。いや、分かってる。本当に分かってる、こいつ。狙いどころガチで分かってる。確かに俺らはそこを狙われると弱い。よし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 。ハーブか。気づき役。ね。いや、これは使っていいと思う。いやー、なんかまんべんなく散ってるな。まずハーブだろ。まずハーブ。とにもかくにもハーブ。気力の実も使っていいでしょう。これどうしようか。匠がね、一番コスパいいんだよね。なんでかっていうと、みんなね、気力使うの8なんだけど。あ、でも、ヨシとも48になってるか。これで、2人ともいい感じ。いや、これ、匠に使っていいな。あ、10上がんのか。ああ、はいはい。なんでもないっす。使う順番ミスったね、これ。完全に使う順番ミスったね。リペアオイルも使うか。リオナも使っていい。で、意外とね、匠なんだよね、一番火力出んの。使ってて分かったけど、エアガン強い。これ強化。ダブルショット。よし。まあ、収穫はあったと考えよう。ここら辺もなんもないの？左側まだっぽいね。多分順番的にまだのパターンかもしれない。鍵もね、見た感じどこにも落ちてないから、おそらく北か、あるいは東側に行った時に、どっかしらで鍵を入手して、多分西側に来るっていう感じかなと思うんだけど。じゃあこっち来るか。こっち東だよね。南地区？あ？合ってるよね。蝶々飛んでんな。あの蝶ね、罠だからね、気をつけた方がいいよね。ちょ、なんかアイテム足りなくなったら逆にボコるのもありかもしれないけど。いいな。淡々とね、廃墟の中を歩き回るっていうだけでも、俺は結構この雰囲気好きかもしんない。いや、なんかさ、進展がなくさ、普通にさまよって、お？岩砕きか。誰か秘伝マシンを拾ってくるんだ。これじゃ通れねえよ。こんな大きいの持ち上げられないよね。どうにかして壊せないかな。誰か岩砕きを覚えるんだ。岩砕きって言えば、今のポケモンって秘伝技をね、使わなくなってきたのがもう当たり前のようになってきたけど、あれって皆さん的にはどうなんですかね。俺はね、まあ便利と思う反面ね、ちょっと寂しくもあるんだよね。
いや、なんというかね、なんだろう、こう普通にさ、秘伝技ってさ、忘れさせることできないじゃん。親父とか見つけてそれで忘れさせることはできるけど、自然にさ、なんか技を覚えるときに忘れさせることができないじゃん。なんかそれもね、合わせてなんかポケモンの醍醐味というか、あ、間違え、あ、よし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 、それもね、なんかちょっと不便なところも合わせてなんかポケモンみたいなところあると思うんで、逆になんかどうなんだろうなっていう、便利になりすぎるのも逆に考えもんなのかなっていう、そう思う時がねたまにあるんですけど、あのゴミ箱は安すぎない？これ絶対なんか出てくるよな。もうなんとなく俺もね、わかるよ。だいたいこのゲームパート3か4ぐらいまでいってんじゃん。なんとなく俺でもわかるよ、これなんか出てくるわ。出てこなかったわ。まだこのゲームのことをちゃんと理解してなかったのかもしれないな。一方的に理解できたと思ってただけであって、それは一方通行な思いだったのかもしれない。じゃあこれもダメか。ダメだね、西と東全滅したね。だからまあ消去法で北に行くほかなくなったと。はい、広い。あ、いいね、リペアオイル。リペアオイル結構手に入るね。近いうちになんかカンストできそうな気がするけど、まあ入れと言わんばかり矢印が点滅してるんで使いましょうか。ちょっと待って、セーブして、さて今回のリペアオイルは、まあバットかな。よし、強打、いいね。もうこの2人第2段階まで覚えたな、技。お邪魔するわよ。ここはお皿に暖炉、あれは酒樽かな。えらく汚ねえけど、どうやら酒場だったみてえだ、酒場だったみてえだな。ちょっとなんかイントネーションがおかしかった今。床が抜けてるし、ほこりっぽいね。ぱっと見何十年もほったらかしいって感じだな。ねえ、霊はいないみたいだし少し休まない？うん、歩き疲れたよね、ヘトヘトだよ。それにお腹すいた。あれから何も食べてねえもんな。嘘つけ、お前らバナナ食ってたよ。バナナ7本ぐらいあるけど今。なんだったらそれ食えよ。いや、バナナ持ってんだろ。何サボ何も食料持ってませんみたいな雰囲気出してて、お前バナナあるだろうか。食い物があったとしても食えるかどうか微妙だけどな。え？が、骸骨？やっぱり嫌がったか。ゆっくり休める場所もねえのかよ、畜生。消えた？気をつけろ、襲ってくるぞ。いや、これはね、これなんとなくわかるよ。いや、今度こそ信じて。今度こそ信じて。これはね、わかるよ。これだけ、前振りがあったってことは、こいつ敵じゃねえよ、絶対。チッ、逃がしてくれねえようだな。相手してやるよ、来やがれ化け物。エアガン貫通しそうな気がするんだよな。おい、待てよ。誰が戦うって言った。なんだ、キムタクの慣れの果てか。ギャー、喋ったーな。へ、そうさ、俺人の言葉を話すんだぜ。それに喜びな、俺はお前らの味方なんだからよ。ほら来たね、こういうことよ。よし、とあんなわけねえだろ、信じんじゃねえよ。てめえ、油断させといて襲う気だろ。そんな手乗るかっつんだよ。ああ、どいつもこいつも毛穴の穴が小さいな。おまけに揃いも揃ってアマちゃんと来た。ああ、参った参った。ケツ？お前らのことであったくビクビクしやがってよ。ビクついてなんかねえよ。だいたいな、ケツの穴もねえやつにどうこう言われたかねえんだよ。これは一本取られたんじゃない？口のヘラレガキだな。あんな魔物だろうが人だろうが好戦的なやつとそうじゃねえやつがいいんだよ。
いや、わかんないよ、正直。ああ、この先が思いやられるぜ。たくみくん？近づいたら危ないよ。うるせえ、こんなのにボロクソ言われて黙ってられるか。へえ、兄ちゃん、やる気か？ずいぶんと威勢がいいじゃねえか。だがよ、連れの言う通りだぜ。お前に俺は倒せねえ。なんたって俺は。まあ言って聞かねえならわからねえ。仕方ねえか。気が進まねえが少し痛い目に合わせてやる。弱っ。なんか怖くないね。うん。なんだお前、見かけ倒しかよ。ああ、時間の無駄もいいとこだぜ。みんなの相手してる暇なんかねえよ。さっさと行こうぜ。うん、そうだね。あ、怖がって損しちゃった。こいつがなんか回復役とかになってくれんじゃないの、こっから先の。なんかサポート役というか。んだよ、俺らは忙しいんだ。お前に構ってる暇なんかねえんだよ。そんなことないぞ。俺はお前らが喉から出るほど欲しい情報を持ってるんだからな。情報？ああ、そうだと思う。と、まずは自己紹介といくか。その情報が何の情報か教えてくれないあたり、釣りの可能性もあるけどね。俺の名はさすらいのムクロ。さすらいのムクロさん？こう言っちゃなんだが、お前らの救世主ってとこだ。ありがたく思いな。化け物のお前が俺らの救世主だ。寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ、この骨野郎。骨野郎、口汚ねえガキだな。まあいい、俺は心が広いからな。あの、助けるって一体どうやって？こっから出たいんだろう、出口を。お、そう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 、その情報は知りたい。よかった、釣りじゃなかった、ワザップじゃなかった。俺もね、小学生ぐらいの頃はワザップ利用して、多分数えきれ両手で数えきれないぐらいの多分偽情報をつかまされてたけど、大丈夫かお前は。ワカメッチに騙されたのは今でもいい思い出。なんかルメシティだかトクサネシティだかの近くでダイビングして、なんか長時間水中の草むら回ってるとワカメッチってポケモンが出現するっていうデマ情報を俺はめちゃくちゃ信じてたんですけど、だってさ、 YouTube に動画もあるんだよ。あんなもん見せられたねえ、リテラシーもクソもあったもんじゃない。小学生のガキンチョにとっちゃこれは本物だって思っちゃうわ。お前らには地獄に仏ってとこだろ。地獄に骨ですけど。ったくガキってのはわがままでいけねえ。まあいい、いいか、耳の穴かっぽじってよく聞け。俺の調べによるとだな、出口は北地区だ。はいはい。あ、まだ北地区に来てないんだ。あ、俺なんかさっきからさ、西だの東だの言ってたけど、あ、なに？まだ南地区なの？これ全部合わせて。え、ちょっとそれ広すぎない？やばいぞみんな、俺の考えてる以上にこのゲームめちゃくちゃマップ広いかもしんない。地区、ただし簡単に北地区へはいけねえ。見ての通りこの町は廃墟とかしまって、ところどころ道が塞がってるからな。うん、なんか右側もね、大岩があって通れなかったし。でもってさらに調べた結果、北へ行くには西地区にある養護施設の、あー、はいはいはい、あったね。下水道を通っていくしかねえと。暗い、汚い、じめってるの三拍子でよ。よしとくん、養護施設ってなんだっけ。おっとおっと、リオナ大丈夫か。さすがに一般常識だぞ。確かこんなことも知らねえのかよ。養護施設はな、事情があって親と暮らせない子供が暮らす場所さ。意外とこの中で一番博識なんじゃないの、たくみ。なんか赤ちゃんの扱いとかめっちゃ詳しかったし、お前実は施設育ちみたいな、そういう設定あったりしない？そうだよ、子供が暮らす場所さ。かわいそうな子供たちが集まる場所なんだよ。
でもみんなくじけずに明るく元気に暮らしているんだ。あ、そっか、聞いたことある。たくみくん物知りだね。たくみくんどうかした？ん、いや別に訳ありだね。で、おい聞いてんのか。あ、ごめん。じゃあ西地区の養護施設から下水道を取っていけばいいんだね。そういうこった。だがな、そこら中化け物だらけなら確保すんだ。まあ、せいぜい気張るこった。でもよ、なんか怪しいな。なんでわざわざ教えんだよ。それも化け物のお前がよ。やっぱなんか企んでんじゃん。ああ、ケツの穴ちいせ。もちろんタタじゃねえよ。俺はよ、さすらいの商人。あ、コインここで来たか。さすがになんか集まってるから絶対どっかで使うんだろうなとは思ってたけど、なるほど。あ、いきなり交換。あー、なるほどね。はいはいはい。いや、今はいいです。換金する。あ、売れるの？半額で換金。なるほど。いや、いいです今は。しばらくここにいるからよ、アイテムが欲しくなっていつでも来な。わかりました。とりあえずそこの気になって気になって仕方なかった箱を開けさせてくれ。え、お前のもんなのこれ。いや、ダメだね。俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの。他なんかない？あさろうぜ。お前ね、目ないくせに視野角結構広いよね。この角度で見える？普通普通この角度でここ見えなくない？あ、来た。この辺のものはもらってっていいと。ごめんなさい、ちょっとじゃああさるだけあさらしてもらうね。他ない？樽とか怪しくない？ほらほら、絶対なんかある。絶対なんかある、絶対なんかあるから。まあ、しゃあない。ん？これでいいのかよ。はあ、おめえも気苦労が絶えねえな。まあ、そんなお前に付き合う俺も同じだけどよ。なんかな、事情があるんだろうなとは思ってたけど、やっぱ何かしら抱えてそうだよな。いや、なんかね、普段おちゃらけてるキャラに限ってね、抱えてる過去がめちゃくちゃ重いっていうのは、まあ、割かしある設定だからね。あの骸骨もね、絶対何かしら事情があるんだとは思うんだよね。なるほど。で、まあこれでフラグが立ったから、え、養護施設に行くっていうことでいいのかな。でも話の流れ的にそうだよね。ただなんか鍵がどうのこうのとか言って結局開かなかったから、え、でもこれで今のイベントこなしたことによって開いてんのかな。ちょっともう一回行ってみて。いや、多分イベント見たから開いてると思うんだけどね。とりあえずセーブは入れとく。あいつに聞いてみる。二度手間やん二度手間やんけ。最初から鍵かかってるの知ってたから三度手間だわ。あいつなかなかだるいお使いだな。まあでもなんとなくあれだね、北地区へは下水道を取っていかなきゃいけないっての分かったけど、今の段階で行ける範囲のことはなんとなく分かってきた。よっす。
は？鍵？僕たち養護施設までたどり着いたんですけど、鍵がかかってて中に入れないんです。なんとまあお前らとことんついてねえな。鍵ね、町役場にあるかもしれねえな。ほう、どこ？町役場ってどこ？なるほど、そんなんあったっけ。ちょっと待て、じゃあさっき出るときくれよ。何をもったいぶってんだお前は。あー、いやいいです、とりあえずこれだけもらっていくわ。あ、なるほどね、はいはいはい、流れが分かった。こいつを使えと、こいつを使って岩を爆破して、多分その先に町役場があるんでしょ。よし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 、分かってきた分かってきた。でこっちに来て、なんか敵と戦ってないけど、ここをさりきなんかそれはそれで不穏じゃない、全く敵と戦わないっていうのも。よし行こうか。あ、ちなみに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 、なんもないっすか。よーし来たね、町役場だが、俺は先にこっちを調べ。お邪魔すればよー。これ何、ただのゴミ。時計は止まっている。ロッカー怪しいね、何もない何もない何もない。なんかこれ調べたら襲ってきそうだから後でな。なんか幸せの幸子さんができそうな感じの何かが貼られてるけど、この SE 何なんだよ。あれ鍵ないね、意外と。あー、なんかロッカー、ん？来たー。ん？電話、もしかして。あー、いたねそんなババア。そんなババアいましたね。そうなの？まあババアは後回しでいいでしょう。こいつ絶対襲ってくるよな。さあ来い。俺はババアよりもお前が気になっていた。相手になってやる。今日だ。さあちょっとね、新技の実験台になってもらうぜ。いけ。あ、強い。あ、強い。お前も爪がどこにあるのか、果たして。果たしてお前の爪はどこにあるのか。全攻撃いきそうじゃない、そろそろ。通常攻撃もそこそこ出るね。よしよしよし。あ、リペアオイル来たね。結構おいしい戦闘だったんじゃないの今の。ロッカーどっちか外れ。バナナ、何もない。しゃあね、出てるよ、ほらババア。順調に進んでるよね、安心したわ。てめえ
いい加減にしろよ。自分のしてること分かってんのか。騙して閉じ込めるなんざ犯罪行為だぞ。訴えられたくなきゃさっさとこっから出しやがれ。言ったはずよ。あなたたちは大勢の中から選ばれたの。光栄に思って仕事を完了させなさい。おい、それだけ。しかもそれだけ。ちっくしょ、あの女何考えてやがんだ。見計らったように電話してきやがって。そう、なんか監視カメラっぽいのついてっから、それでなんか様子見られてんじゃないの。まるで様子見ながら楽しんでるみてえじゃねえか。いや多分見れんだと思うよ、どっかしらから。ねえ、僕思うんだけど、これって本当にバイトなのかな。え、ヨシト君、それどういう意味。だってどう考えても変だよ。命を狙われるようなテーマパークなんて誰も来るはずないよ。お前突然何言い出すんだよ。じゃあ俺らはなんで雇われてんだ。なんでここにいるんだよ。それは僕にもわからない。ただもしかしたら最初から僕たちをここへ閉じ込めるつもりで。え、何言ってんだよ。そんなことあるはずけなるは、あ、いや、だいたい俺らを閉じ込めてあいつに何というメリットがある。それに俺はあんな女知らねえぜ。会ったことも見たこともねえんだぞ。いくらなんでも見ず知らずなやつを閉じ込めるなんてありえねえだろ。そうだよ、匠くんの言う通りだよ。私たち梶川さんとは初対面だもの。ヨシト君だってそうでしょ。うん、僕もだよ。梶川さんを知らないし会ったことだってない。でも気になるんだ。梶川さんいつも言っているでしょ、あなたたちは選ばれたって。なぜ僕らなのかな。確かに俺も気になってた。たくさん集まった連中からなんで俺が選ばれたのか理由が全くわからねえ。うん、そうだよね。特に私なんて力が強いわけでも武道を習ってたわけでもないもの。このバイトにふさわしい人材なんてとてもじゃないけど思えない。僕だってそうだよ。やめようぜ、今ここで話しててもし始まらねえ。とにかく今は出口を探すことだけを考えるんだ。まあこればっかりは現段階で考えてもね、直接クリアしてあのババアの口から聞くしかないよね。あ、そうだ、リペアオイルまた手に入ったからこれ使いたいんだけど、待って、ちょっとセーブ。現段階だけど詰め要素はあんまないと思うんだよな。どうしよう、カンストさせるか。防御を捨てて、正直ね絶対攻撃に振った方がいいんだよなっていう風には思ってんだよね。まあちょっとこの間みたいにリオな一人になるっていうパターンもあるから、いや育てよう。多分ねレベル4になったらリオナもねもう一個くらいなんか覚えると思うんだよ。ほら来た、叫び、クライ。ハーブ6個。匠使っていいな。全回復できるベッドなくなったのってやっぱこう考えるとちょっと痛いよね。バナナ、まだいける。いやでもなんか一人ぐらい体力ちゃんと回復するとかいいよな。ね、微妙なんでね、50回復だからね、過剰に回復しちゃうからすごくねもったいないことをしているような気がして、でみんなまんべんなく食らってるからね、すごく使ういところに今迷ってる。どうしよう、一回使わなくて。よし、じゃあ養護施設行きましょう。いやーね、なんだろうね、結局あのババアもさ、というかそんなに大勢まず応募が集まったのかっていうところもね分かんないよね正直。もし俺だったら、まあ、そんなね高額なバイト でなおかつ業務内容もめちゃくちゃ楽っていう風に書いてあったら、まあ間違いなく犯罪の匂いを感じ取ってそんなもん応募しないから、多分ね賢い人間だったらまずこれに応募はね
もう最初の段階でしないと思うんだよね。たまたまこの3人が応募してきたからなんか厳正なら抽選の結果みたいな適当ぶっこいといて、実はこの3人しか応募してきてないからしゃーなしでこの3人がやってることになってるっていう説を俺は推したい。はい、ということで、まあ、養護施設は、まあ、次回でいいんじゃないでしょうかね。はい、ということで、まあ、おそらく何かしらあると思います。絶対にこのまま北地区に行けるとは思えない、うん、絶対なんかある。はい、お疲れ様でした。